こんにちは、お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。さあ、今日もあなたと家族の体が喜ぶお話をしていきたいと思います。はい、今日のテーマはですね、玄米でございます。はい、まあ、日本人の主食というとお米でございますけども、その中でも健康的な食べ方として玄米を食べるということがね、あるかと思うんです。まあ、この番組の視聴者さんでも玄米食べてるよって方多いんじゃないでしょうか。まあ、でもですね、 YouTube とかネット上を見ていただくと、玄米いいよっていう情報がある一方で、デメリットもね、あるっていう、玄米実は良くないんじゃないかっていう意見もあったりするんですよね。今日はそのあたりも含めまして、まあ、メリットの部分、そして考えられるデメリットのところね、お話ししていきたいと思います。でちなみにですね、僕は普段、玄米をそのまま食べるってことはしていないんですけども、じゃあ僕はですね、どういうお米の食べ方をしているかってお話も、最後にしていきたいと思います。ぜひお付き合いください。はい、では早速ですね、結論からいきます。玄米毎日食べてどうなるのっていうことなんですけども、結論からお伝えをしますと、玄米を食べることは健康的です。はい、イエス、健康的ということで、まあ、これが、結論になります。はい、安心してですね、今ぜひ玄米を召し上がっていらっしゃる方は続けていただけたらなと思います。はい、ではですね、この玄米を毎日食べることによって一体体にどんなメリットが起こるのかってお話ししていきたいと思います。まあ、ここはですね、もうとにかくね、玄米と白米比べていただくと全然栄養価が違うんですよね。白米、まあ、白米も美味しいけれども、やっぱりね、栄養価はかなり低くなってしまっています。まあ、その一点をとってもですね、この玄米という食べ方は非常に健康にいいということが言えるわけなんですが、じゃあ具体的にどういいの、これね、もう言い出すと本当にたくさんあるんですけども、今日は3つに、まあ、動画の尺の関係もありますので3つですね、この玄米の推しポイントを、お話ししていきたいと思います。はい、まずですね、1つ目、〇〇予防ということで、まあ、ネタバレ防止のためにね、この〇〇ということで表現をしておりますが、はい、まず何が予防できるのか、肥満予防ですね。玄米を食べてる人、とにかく太りづらい、これはね、大きな効果です。まあ、なんせね、この肥満ね、特に内臓脂肪が溜まっていく、これはもう体の中で常に火事が起きている状態、炎症が起きている状態、もうすべてのね、この生活習慣病の温床になるもの、それが肥満なんですよね。それを予防できるということで、もうこの一点をとってもですね、玄米素晴らしいよということでございます。はい、じゃあね、玄米がどうしてね、肥満を予防できるのか、まあ、これもいろんな栄養素絡んでくるんですけども、なんといってもですね、玄米の特徴的な栄養素、食物繊維です。はい、みんな大好き食物繊維ね、食物繊維もこれ取った方がいい成分、みんなご存知だと思います。この食物繊維がなんと白米に比べて玄米の中には6倍入ってます。6倍ですよ。ということはもう、玄米のお茶碗1杯食べただけで白米のお茶碗6杯分の食物繊維が取れる、もうこれは勝てないですよね、っていうぐらい玄米は、食物繊維たっぷりです。そして1日もし3杯、お茶碗3杯ですね、朝昼晩と玄米玄米玄米で1日過ごしていただくと、なんと食物繊維どれぐらい取れるか、1日に必要な量の3分の1がご飯だけで取れてしまいますね。食物繊維って言うと、もう頑張って野菜食べなきゃって言ってね、こうサラダ山盛り食べたりとかね、なんかこうレタス何個分の食物繊維って、じゃあこれ飲んだ方がいいのかしら、そんなことする必要ないんです。もう玄米を食べるだけ、1日3杯の玄米食べるだけでですね、3分の1取れますので、あとはちゃんとおかずをね、取っていれば、そこで野菜の食物繊維ね、取れますので、もう問題なしでございます。さあ、そしてそのたっぷり取った、食物繊維がね、どういいのかっていう話なんですけども、この食物繊維というのはね、腸の中で腸内細菌によって分解されると、でそこで生まれるのがこれです、短鎖脂肪酸ね。これもね、以前動画で何度か扱ったことがありますけども、この短鎖脂肪酸がとにかく肥満予防にいい、もうほんと痩せ体質をね、作ってくれるものですね。この短鎖脂肪酸が腸の中で生まれることによって、脂肪が溜まりづらい、太りづらい体質になっていくと。で、さらに食物繊維はね、これお腹いっぱいになるんですよね。腹持ちがいいということで、余計な間食、おやつを食べることも防いでくれる。これがね、まず一つ目。食物繊維で肥満予防というのが、玄米の健康効果の一つ目ということでございます。
はい、では続きまして2つ目、いきたいと思います。〇〇が整う、これもね肥満と関係してくることなんですけども、何が整うのか、はい、これは食欲です。食欲が整うということなんですね。もう毎日玄米を食べている人は食欲乱れませんということで、これもね、いろんな話があるんですけども、一つね特徴的な成分ガンマオリザノール、もう玄米食べている方はねぜひこれ覚えていただきたい。ガンマオリザノール、このオリザっていうのは稲の学名なんですね。これ玄米に入っている成分ということで、オリザノールという名前がついているぐらい、もうこれは本当に玄米を食べている人の、ね、メリットということなんですね。でこのガンマオリザノールもこれも様々な健康効果がある、あるものなんですけども、一つですね大きいのが動物性脂肪への、ね、依存性を和らげてくれるということなんですね。はい、これどういうことなのっていう話なんですけども、あの動物性脂肪ってね、例えばバターとか、お肉の油とかですね、なんかこうバターが好きでバターが入ったお菓子とか、パンがやめられないとかね、あるいはお肉大好きで、ハンバーガーとかも大好きでねっていう方いらっしゃるじゃないですか。あれ実はですね依存性があるんですね。この動物性脂肪、ハイファット、高脂質な食べ物には依存性があるということが分かっています。これなかなか自分ではね、コントロールしづらい、食欲が乱れてしまうということなんですけども、なんとですねガンマオリザノールはそれを和らげてくれる、脳にね、直接作用して食欲を整えてくれるという効果があります。はい、なのでね動物性脂肪確かに美味しいんだけども、取りすぎるとね飽和脂肪酸取りすぎでね動脈硬化につながったりだとか炎症体質になってしまったりとか、さまざまなデメリットあります。それを抑えてくれる、食欲を整えてくれるのがこの玄米になります。はい、では最後ですね3番目、何々が若返る、はい、これはですね脳が若返るということなんです。はい、これもですね、また新しい成分フェルラ酸というね、これも玄米に含まれている成分になりまして、ポリフェノールの一種です。玄米の米ぬかにね多く含まれている成分なんですけども、このフェルラ酸がですね、脳に効くということなんですね。こう実際にある研究によりますとですね、アルツハイマー病の患者さんに対してこのフェルラ酸を含むですねサプリメントを与えたところ、認知機能の改善が見られた、さらに、アルツハイマー病の進行が抑えられたということが分かっています。これもうすでにアルツハイマー病になった方でそれぐらい効果があったということですので、まだね、こう脳がね、若々しいという方も玄米を食べることでですね、さらにその若々しい状態を保つことができる、そういった効果が期待できるんですね。さあ、ということで、とにかくですね、この健康的な要素が満載の玄米なんですけども、じゃあね、デメリットはどうなの？ここ気になるところですし、本当にね、インターネット上でいろんなことが言われているところですよね。これを見ていきたいと思います。デメリット今回3つですね、挙げてみたんですけども、まず1つ目、〇〇が残りやすい。はい、これいつもね、このチャンネルの動画を見てくださっている方はピンと来られたんじゃないでしょうか。そうです。農薬が残りやすいということですね。はい、このね、お米を栽培する際にこの散布する農薬ですね。やっぱりね、この玄米っていうのは外側、より外側が残っていますよね。白米にするとその外側のぬかの部分ですとか、そういったところが精米によってね、削ぎ落とされて中身だけを食べるっていう形になるんですけども、どうしても玄米だと外側、ここにね、農薬が残りやすいというところで、だからといってね、この玄米の農薬がそんなにすごい影響があるかっていうと、それは個人差も大きいところなのかなと思うんですが、それこそね、体調があまり良くない方ですとか、小さいお子さんですとかね、ってなるとちょっと気になるのかなというところです。なので玄米食べる際はね、ぜひ無農薬ですとか、あるいは特別栽培とかですね、オーガニックのものを選ばれると、いいんじゃないかなと思いますね。はい、で2つ目、〇〇が悪い、これはですね消化が悪いということなんですね。はい、玄米ね、食べる際にこう気づかれると思うんですけども、結構しっかり噛まないとですね、硬かったりとか、炊き方にもよるかと思うんですけども、ちょっとこう繊維質がね、多い。これはメリットでもあるんですが、どうしてもね、それが消化しづらいということです。なので、しっかりよく噛むという習慣がない方、あまり噛まずに早食いをしてしまったりね、そういう方にとっては、玄米消化しづらいということで、消化不良になる可能性もあります。さっきお子さんの話もしましたけど、
ども、特に子供さんですね、やっぱりこうまだね、咀嚼が上手にできないとか、消化機能もまだ十分に発達していないようなお子さんですね、まあ、無理に食物繊維が多いこの玄米をね、与えすぎない方がいいんじゃないかなというところもあるかなと思います。はい。で、最後3つ目、これがよく言われるんですよね、フィチン酸と。はい、この玄米すごく栄養価高くていいんだけども、フィチン酸が入っているね。このフィチン酸によって鉄分をはじめとしたいろんなミネラルの吸収が阻害されてしまう、邪魔されるんじゃないか、反栄養素なんて呼ばれ方をしています。はい、これ本当によく言われるんですけども、結論から言うとですね、そんなに気にすることはないというふうに僕は考えています。はい、というのもこのフィチン酸はね、別に毒ではないんですよ。で、なんか玄米にね、玄米にだけ入ってるみたいなこうイメージがすごいついちゃってるかと思うんですけど、白米にも入ってます。量は少ないんですけども、白米にも入っていますし、あと大豆とかね、豆類にも結構入ってるんですよね。だからもしフィチン酸、玄米がね、フィチン酸が多くてダメだよっていうなら、もうそれ大豆もダメっていう話になってしまいますので、まあそういう話ではないですよねというところです。で、通常のね、食生活をしていて、きちんとね、そのおかずからミネラル分を摂取している場合であればですね、フィチン酸の影響それほどないというふうに考えられていますので、まあ、極端にね、もう本当におかずを食べずに玄米だけを食べ続ける、そうなるとやはりミネラル不足心配になりますけども、ちゃんとね、おかずでミネラルも取ってあげると、で玄米も食べるっていうふうにしていただければ、まあ、フィチン酸の害はほとんど考えなくていいかなというふうに思います。はい。で、最後ですね、こんだけ玄米について熱く語っておきながら、僕はどうなんだっていうことなんですけど、そう、僕はね、普段玄米をあんまり食べてないんですよね。少なくとも家では玄米をそのまま炊いて食べるってことはしていないです。で、なんでね、食べないんだと、ね、別にデメリットもないし、健康的だから食べればいいじゃないかと思われると思うんですけど、やっぱね、おかずに合うかっていうと、ちょっとケースバイケースだなって思うんですね。もちろん玄米も美味しいんだけども、毎日食べるのはちょっと辛いなということで、なかなか続かないと、はい、いうところがあります。やっぱり美味しいということもすごく大事ですしね、お米って美味しいじゃないですか。ということで、僕はですね、ブズキ米というものを食べています。はい、このブズキ米というのは玄米を少し削ったもの、完全に削ると白米ですけども、そこまで削らずに今半分ぐらい削った五分漬き米というものを普段食べています。で、これはね、炊くのもすごく簡単だし、食べていてもね、まあ玄米ほど食べづらくない、白米とは違うけれどもっていうね、こう毎日続けても無理がないぐらいの美味しさが味わえるものなんですね。で、栄養価も玄米ほどはないんですけども、ちょうど玄米と白米の中間ぐらいです。で、こんだけね、玄米って栄養価豊富ですので、半分と言ってもすごい栄養価含まれているわけですよ。なので僕はそれで十分かなということで、普段、五分漬き米を食べております。で、あとですね、丸々玄米。これね、酵素玄米というものなんですけど、朝ごはんだけは僕は酵素玄米を食べています。はい。まあ、酵素玄米についてもね、また別に動画アップしようかなっていうぐらいいろいろ語るべきことがあるんですけども、専用のね、炊飯器があって、まあ、そこに玄米を入れておいてですね、まあ、発酵させるような食べ物になるんですね。で、こうすると朝からね、ほかほかの温かいご飯が食べられるという理由で、はい、ほんと食いしん坊ですいませんって感じなんですけど、朝はそれを食べるようにしています。はい。まあ、外食とかでね、玄米が選べますよってお店とかあったら玄米を食べるようにはしているんですけども、まあ、なかなか毎日続けるのは難しいかなっていうのは個人的に思うところです。それではここで一旦お知らせです。管理栄養士マルの公式 LINE を配信しております。ここでしか聞けない栄養や食に関する情報を無料でマガジン動画で配信しております。登録するともらえる豪華10大特典もご用意しておりますので、まだお済みでない方は概要欄から友達追加してみてください。はい、ということでね、今回は玄米について見てきたんですけども、いやー、改めてね、お米ってすごいですね。もう日本人でよかったと思うのは、この素晴らしいお米を主食にしているっていうことですよね。まあ別に他のね、国の食文化をどうこう言うつもりはないんですけども、小麦ってなるとね、やっぱりグルテンというね、まあ今非常に問題になっているものが入っていたりとかしますので、お米はね、そういったものが全然ないんですよね。フィチン酸も問題ないよと今日話しましたね。こんな素晴らしいガンマオリザノール、もうオリザっていうお米の名前がついている制度まで入ってるというですね、本当にお米最高、もうお米ライフガンガンで楽しんでいきましょう。
それでは最後にコメント紹介のコーナー行きたいと思います。以前アップしました夏がしんどい人これ飲むなということで冷たい飲み物にね要注意というお話をしました。まずは一番いいねを獲得しました体喜ぶでしょうコメントがこちらです。今日32度でしたが生理でお腹が落ち着かなくてカイロ貼ってました。なぜか思ったよりも暑くなくいつもは汗だくなのになぜかお腹が温かいと体は楽でエアコンなしでも快適に過ごせてすごく不思議でした。温かい飲み物を飲むのとはまた違った温まり方ですごく不思議でした。はい、ということでなんだか不思議なコメントね、たくさんいいねを獲得されておりますけども、やっぱりエアコン注意したいですね。エアコンによってこう体が冷えるってこともありますんで、やっぱりこう夏はね体を冷やしすぎない飲み物もそうだし過ごし方もこれすごくね大事なポイントなのかなと思いますね。そして僕が一番気になったコメントこちらです。ファミレスのドリンクバーでソーダをガブ飲みしながら見てる私を叱ってください。はい、ちょっと思わずクスッと来てしまいましてこのコメントを選ばせていただきました。いやーもうでもほんとね高校生とか子供の頃ドリンクバーってオアシスでしたよね。もう数百円で美味しいジュースいっぱい飲めてでクーラーの効いた部屋でね、何時間もいられるっていう、まあ、お店にとってはちょっと迷惑な客かもしれませんけども、なんかこうドリンクバーってね青春の香りがするなって思いましたね。ということで今回の動画は以上でございます。少しでも参考になったよという方はいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。